はい、皆さんこんにちは、おみなとです。スーパーファミコンファイアーエンブレム紋章の謎暗黒戦争編のパート21ですね。今日は珍しく、日中にやってるんですが、普段はね夜にやってるんですが、ちょっとこの章、第1部の7章港町ワーレンなんですけど、闘技場で経験値とお金儲けができるんで、ちょっと時間かけてやろうかなぁと思ってるので、日中の時間ある時にやれたらと思って、今日ちょうどねやれそうなんで、時間かけて闘技場で経験値とお金稼ぎつつ、店でねこのショーで買えるものを結構補充してから次のショー行こうかなぁと思ってますので、お付き合いいただければ嬉しいですけどね。まずね、ちょっとね、裏でも少しね、その闘技場触ってみたんだけど、なかなかね、難しくてね、結構ね、いろんなキャラで挑んでみたんだけど、なかなかね、難しいね。とりあえずね、傭兵とかね、は結構勝てたんだけど、やっぱりこちらのアーチャーとかはねちょっと厳しい感じだったんだよね。まあちょっと失敗したらリセットとかしつつやっていこうかなと思いますので、なるべくねしたくない。あとこれ知らなかったんだけど、これ武器さ、キルソードにしていこうと思ったら、なんか闘技場だとこの装備の概念が撤廃されるらしくて、なんか自動で武器が変わるみたいですね。知らなくてしばらく、あれなんでと思ってたんだけど。150はね、多分弱めのやつ。三族多分一番弱いはず。違ったかな。いや、そうでもないか。盗賊だったかな。とりあえず、勝てるように祈っときましょう。そう、クリティカルがね、ちょっとあると困るから、クリティカルのやつはちょっとキャンセルしようかなと思ってるんだけど。あ、ちょっと厳しいね。敵の攻撃の方が強いぞ。あ、なんとか勝ってた。よかった。怖いな。力上がってくんないかな。技幸運か。残念。結構ね、この綱渡り感が怖いんだけど。まあ、とりあえず展開としてはこんな感じで、あとはね、アーマーナイトで、ここ塞いで、やろうかなぁと考えてるんだけどね。上からもね、こっちが闘技場してる間ずっと敵襲ってくるんでね。あと、こいつね。何気にこいつ銀のものを持ってるんだよね。で、なんかね、しばらく放置してたんだけど、アコの海から出ないから、とりあえずこのシーダで倒すことにしました。倒せるといいなぁ。一回、倒しきらずに瀕死させられたからな。オッケー。あとね、この銀の斧が何気に売り値が高くてさ、ちょっとこの闘技場でね、失敗してお金なくなって、装備品売ったりとかしてたんだけど、そしたら銀の斧が、ね、1万円で、確か売れた。
あれはちょっとね、お金がなくなったら売ろうかなと思ってますけど。農家さん耐えれるかな。あなたは次回復しなきゃいけないからね。お金稼げないとね、HP だけ減ってこのライブの杖を変えなくなってしまうから。なんとかあまり HP 減らない状態で買ってほしいんだけどね。難しいかな。じゃあ次オグマ行こうか。比較的に安心して戦闘に出せるのは傭兵と、あとソシアルナイトたちを一旦下ろしてナイトにした状態で行かせる感じかな。馬乗ってるとね、逆に厳しかったんだよな。魔導士。大丈夫かなこれ。ちょっとクリティカルが心配だな。あ、大丈夫か。なんとか。エルファイアだと、敵。何ダメージ食らう？あ、避けたんか。怖ー見たことない魔法使ってきやがった。ナイスだね。ノーダメージ。次も行ける。位置取りをどうしようかな。動画をね、ここに置くか、ここに置くかでちょっとね、悩んだんだよね。ちょっと様子見で、ここに置いといてみるか。で、こいつらは今のうちに下ろしとこうか。なんか降りると2回攻撃ができて、降りないと1回しか攻撃できなかったりするから、下ろしてた方が多分闘技場では有利だと思うんだけど、違うんかな。左からの猛攻に耐えつつ、闘技場で死なないようにしないとね。で、できればね、主要メンバーというか、闘技場で勝てそうなメンバーはレベル10以上にしときたいな。なんか前もリスナーさんにレベルちょっと低くないって言われたからさ、上げたいんだよな。今上がってて一番上が7だっけかな。
で、そしたらオグマ、もう一戦行こうか。800、800ちょっと強めな気がする。大丈夫かな。あ、盗賊ならいけるな。オッケー。技幸運武器レベルか。力上がってほしいな。で、そろそろ来るよね、きっと。あー、来るね。特に他やることないから。短期印を。2位か。ホースメンの方はフィールドの移動早いね。気のせいか。あと、設定で、オフにしとこうか。この街のエリアにも取り入れ欲しいなぁ。バツ A がもったいない気がするわ。長歩行くか。1040はちょっと高いんじゃないか。ちょっと怖いなぁ。やめとこう。これ何回入っても変わんない？変わんないか。このターンはきっと変わんないんだな。じゃあ他のやつ行こうか。誰行こうかなぁ。アップルとかカイン行ってみるか。もう650。弱いかな。海賊か。まあいけるでしょう。きっと。あとはダメージどれくらいになるかやな。あ、これやばくない？な、勝てるか。一応勝てるよね。死なずに勝てるはず。しかも相手先行かよ。くそー。相手先行はやめてくれー。いや、怖いね。怖い怖い。
ホースメン来たときちょっと危ないな、こいつら。下げるか。こいつをどかしといて。動画も一個下げては？下げた方がいいかな。そう、ここに置くかね、ここに置くかちょっと悩んでたんですよね。1個目さんいらっしゃい。こんにちは。ここだと、ホース面がここ来たら、合計3体に攻撃されるもんね。やっぱ1個下げるべきか。下げようか。で、こいつこのままでいいかな。この場所で悩むな。とりあえずレンデルでも回復させようか。レナ一人だとちょっと間がないきれいに。あとは、ホース面に攻撃されないこと。攻撃されても死なないよね、きっと。13、必殺7か。必殺したとき、怖いか、でも。とりあえず、ターンシールしとこう。まあ多分しばらくは、ソシアルナイトたちで、入り口は塞がるはずだけど。そしたら、で、こいつこっち戻して。さあ、傭兵のどっちかで。あまり高くない。おお、660。ちょっと待ってね。こっち660で。800か。660の方がいいな。なるべく安いやつで。あれ、上がった。え、マジでこれ変わるの？変わるんか。上がってる。あれか、乱数が変わるとかそんな感じか。あ、760。これでいいや。手数ないと。大丈夫か？いけるかな？とりあえずクリティカルがないのは確認した。11% 避けるか、避けないか。あー、結構接戦、クリティカル出してくんないかな。長ある非力じゃの。非力なんだよ。力がね、なかなか上がってくれてなくてね。お、いい感じ。次のターンで、勝てる。力なぁ、上がって欲しかったなぁ。
レベルアップ前にね、セーブして上がるまでロードっていうやり方がね、できるっちゃできるんだけど、レトロフリークを使ってるのでね。ただそれをするとなんだかね、負けたような気がしてならない。必殺7か。あれ、道具屋で傷薬変えたかな。とりあえず、ターン終了か。で、また新しいソシャルナイトが来るはず。倒さないで。倒さないでくれ。あー、レベルアップした時何上がったか分かんないのか。オフだと。防御上がってくれてたら嬉しいなぁ。あれか、壁壊さないようにこいつ武器外した方がいいかな。動画は守備上がらんねー。そう。あとね、相手の攻撃13だから、あと2上がってくれてたら、ダメージゼロで済むんだけどね。どうしようかな。壁壊さないようにした方がいいかな。悩むね。どうかだけで、こいつら片付けそうになる気もするし。あ、でも、あれか。ホースメンとかが来たら。あ、でも、ホースメンはここに来るから、アーマーナイトあたりが、またここに来る感じか。あ、とりあえず、削ろうかね。とりあえず、回復しよう。で、そいつ上げて、回復して、延長が有効になっています。延長したくないときはご注意ください。ゾウグマさん。940は高いな、ちょっと。1040は多分一番高いよね。なるべく800以下がいいなぁ。810。いいか、行ってみるか。お、盗賊か。810だと盗賊とかなのかな。多分値段で大体敵決まってるよね。一まで戻さなくても掛け金変わったはずだけど。あ、そうなんだ。お、一撃いいね。終了まであと5分になりました。30分延長しました。延長しました。延長しました。30分延長しました。ちょっと次試してみようか。延長していたよ。わーい。無傷で一撃しさせてくれるのはありがたい。オグマは引いた支援あるから楽よね。あー、そっか。
そういえば、あったね、そういう支援効果、ね。シーダか。そうか、支援効果は闘技場にも適用されるのか。かといって、支援効果あるマルスで行っても、マルスはちょっと厳しそうな感じがするな。非力でなぁ、マルスはとにかく。とりあえず、レナはもう一回、ナバールを。もうレベルアップ。力とか、上がってんのかな。わからんな覚えてないな、元の数値を。760。こういう感じでやればってこと？何回かやってみようか。あ、変わるね、ちゃんと。またそしたら810狙ってみたいな。ちょっと810を狙って盗賊が出るかを確認したい。になりました。お、来た。お、盗賊。じゃあこれ狙おうか。あ、でもレベル10。高いぞ、ちょっと。じゃあ多分攻撃力は低いはずだよね。アタック13か、それでも。あ、でもこっちは断然強いな。相手の方が早いか。ちなみにオーブン、ここから支援効果って届いてんのかな？一応、ここに置いといてみるか。そしたら。他、ナバールとか、ハーピー、あ、サンマス届くんだ。アベルとカインはそれぞれ支援効果あるんかな。とりあえず、こいつこっち置いといてみるか。多分なかったと。あ、ないのか、こいつら。やっぱ恋愛感情しかないんかな。恋愛とか姉妹とかかねー。あー、そういう系になるのか。まあ、とりあえず次のターン行こう。あと3体か。敵のターンが無駄に長い。そうなんだよね。移動とかあるからね、仕方ないっちゃ仕方ないんだろうけど。あ、ここにカイン置いたら、オグマの行き場所がなくなったな。シーザーとかして、カインをとりあえず上げて、マオグマ、消していくか。
お、810。いいんじゃないの？あれ、ソルジャーだ。あれ、盗賊だけじゃないんか。大丈夫かな。あ、これやばい。あかん。これあかん。あかん、あかん、あかん、あかん。逃げなきゃやかん。落ちる。あかん、あかん、あかん。やばい、やばい。あれ？あ、びっくりした。キャンセルならなかったと思った。方向さんするわ。これは、それじゃ強えな。ちょうど2発だったね。怖い。闘技場は怖い。もう一回耐えれるかな。そうか、810でも、ソルジャーだと、相性が悪そうだな。掛け金810狙い目かと思ったんだけど。もう一回810試したいな。オグマも力得られてるね。そう、あんまりね、高くないんだよ。あ、盗賊。これならいけるね。6だと初期だ、わら。あ、これ初期値のままか。一回曲がってないのか、そしたら。マジか。そんなに弱かったか。ここで上がってくれ。あ、上がった。やっと位置上がった。そうか、初期値だったか。動画はまだ耐えれるかな。レベル上がったー。心力上がっててくれねえかな。上がってないな。今の数値を見た感じだと上がってない。代わりに力上がってない。気のせいかな。守備上がってほしかったね。よし、もうちょっと奥間頑張ってもらおうか。な、他に、良さそうなあるかな？あ、10上がったぞ。あ、全体的に10上がってるってことは、レベルが上がったからか。さあ次、820か。
820を狙ってみよう。600台だったら行ってもいいんじゃ。あー、やっぱ掛け金低い方が弱いやつが出やすいんだよね、きっとね。じゃあ次から820かそれ以下のやつを行こうか。600台のやつか。敵のレベルも下がるしのう。そうか。あー、でこれでやっぱレベル1上がってるね。頑張ろう。だからプラス3が出てくるのが820だと。おー、いいね。なるべくね、安全に行きたいからね。死んだらリセットだからな。盗賊はうまいじゃの。ねえ。弱くてね、力とかないから。まあこっちも力が伸び悩んでるんだけど、ナガールも多分これ6が初期値なんだよね。上がらないんだよな。な、逆にカシムだっけ、こいつがなんか力すごい上がるんだよね。なんかよく上がっていくイメージがある。ナガールは5だから1上がってるね。あ、もともと5なのか。やっぱ非力な方だよなぁ。力 C だと同じっていうのがね。カシムは力成長率がトップだから。マジか、あんなヤサ男風な顔してるのに。和骨？はい、たくさんいらっしゃい、こんにちは。よし、じゃあ行こうか。とりあえずレベル10を目安に行きたいね。750は微妙なのかな。で、600台か820のどっちか狙おうか。1050とか絶対やんねえ。900もなんか怖いんだよね。あれ、810だ。下がってる ?10 ゴールド。なぜだ。まあ、いいか、行こうか。あ、ペガサスナイトだと。810と820がいたんかな。これどうだろう。あ、でもレベル差1だから、いけるか。避けろ。あ、これちょっとまずい。これやめとこう。これやめとこう。ちょっとまずい気がするからやめとく。もう一発。耐えれる。そう、耐えれそうだったけど、オグマもこのターンで倒せなさそうだから、3ターン目が、確定で先行取れない。これランダムだよね。先行後攻。それが怖くてなぁ。クリティカル出る。の待ってもよかったかも。もう一発食らったら降参でよかったかも。ああ、もしかしたらクリティカルで倒せたかもっていう可能性が残るか。ちょっとね、チキンなんでね。クリティカルは回避の可能性。ああ、そうだね。一応じゃあ、ギリギリまで、したらいいか。さあ、コース目が来るぞ、とうとう。あ、コース目、うざいな。コース目うざいっすな。コース面も、超が幸運低いから必殺怖いな。そうだね。あ、ちょっとコース面のクリティカル率確認しておきたいね。ノーマルか。
手やりで見てみては。手やりで、ああ、そっかそっか。こいつ、手やり。あ、でも攻撃しないと見れないよね。あ、これ 7% ってことなんかな ?7 って。この時代のわからんのか、わかる。そうそうそう、あのね、見れないんだよ。直前に。直前に見れないんだよ。とりあえず回復して次の攻撃を待つか。単純に必殺の幸運とかじゃなかったっけか。あー、そういうことか。だから5かな。5か。このゲームで 5% かなりな高確率じゃないか。確かね、あ、そうそうそう、あのね、出してなかったけどね、ちょっと殉職者がね、すでにいるんですよ。このリカードさんね、登場したショーで必殺食らって死んじゃってる。そう、リカードさんね、クリティカル食らって、アーチャーかハンターが忘れたけど、一撃でね、死んでしまってね、ちょっとまさかの事態だったんだが。リカードも幸運低い組だな。そう、なんかね、その時もね、言ってた。リカード、幸運ゼロだから、クリティカル怖いんだよねっていう。もう820来た。やっぱ、810と20があんのか。こっちだな。これで、ソルジャーじゃなければ、当たりだな。力来い。あー、力来ねえ。技幸運武器レベル。いつもの3種だね。残念だのう。うくず。あー、それそれ。それね、前もね、別のリスナーさんかな、に言われたね。ドライブの杖が、なくなってきた。必殺で倒してレベル上がると奥ぶ率が跳ね上がるバグってやつですか。ああ、そういうのがあるの？それちょっと困るね。あ、ライブの、で1個しかない。交換。難易度交換しよう。M シールド B か。ワーツとか使わないなら銀の斧売り物だね。そうそうそう、あのね、さっきも銀の斧手に入れたから、お金がなくなったら売ろうかなっていう算段をしているね。あって。別こんなとこか。はい、そしたらシーダーここに置かない方がいいんかな。下手にクリティカルで倒しまくったら、力が上がらなくなるからな。さあ、問題は次だな。こうっすね。そういうデメリットもあるね。あー、5% やっぱあるね。怖いな。6か。最悪12食らうってことやね。じゃあ、体力が15以下になったら、ならないようにしとかないと。
あ、ちょっとシーダさん話しとこうか。やっぱりまた10上がったか。次830か。830か600台のやつか。これ多分ペガサスだよね。760も行けばいいのかなぁ。お、830来た。お、盗賊。でも傭兵は素で 15% あるからな。地道に増えてるね。あー、ウェンデルどうしよう。そうそう、ね、ここでドーガさん塞いでる間に闘技場で主要メンバーをレベル10以上にしようかなと。で、結構時間がかかるから、平日のこの長時間枠で、このショーやろうかなと思って、今日撮ったんだけど。ワンパンで倒せるやつはやっちゃってもいいんじゃ？殴られそうだし。その方がいいかな。その方がいいか。では。動画もレベルどこまで上がるかね。こいつら全員こふったら。防御来い。防御。防御。防御。来なかった。速さありがたい。うん、素早さはちょっとありがたいね。これで最攻撃食らわない。高速1やると、あ、そっか、ホース面から、最攻撃来なくなるのか。そうか、そうか。それはちょっとでかいね。HP に余裕が持てる。あとはちょっとウェンデルを踊りに、ここにホース面を呼び込む感じかな。それはちょっともったいないか。誰を置いとこう。ウェンデルも幸運低いのが怖い。そうそうそう。多分同じくらいのね、同じくらいのクリティカル率なんだよな。幸運高めで防御高い。カインか。カインが優秀か？あ、ハーディン置こうかと思ったけど、ハーディンも幸運そんな高くないんだ。何気にこいつも防御的には優秀なんだけどね。支援効果って、回避にも関係あるんだっけ？必殺率と必殺回避だけだったかも。ああ、それだけか。回避だけか。あ、そしたら、マルス置いとこう。マルスレベル上げまくって一人で無双できるの？
どうなんだろうね。できないんじゃないかな。さすがに。回復できないと。あ、でも守備、上がりまくって、速さ上がりまくって、つい2回攻撃で。マルス3クラスチェンジないからドーピング可否。そうだよね。ドーピングとか多分あるとか言ってたからね。お？増援だと？砦からか。あ、しかも5体全員出てくるのか。あ、ゼロだよね。よかったよかった。あ、でも6食らうのか。痛いね。これだ、クリティカルででも6だよね。増援だ、投げ援だ、また。そうか。動画さん、武器足りるかね。まあ、鉄の槍なら、安いからな。あれ、ここ鉄の槍変えたっけ？それが問題だ。あ、でも、増援にホースメンがいないなら、ありがたいかな。ちょっと。敵のキャラ数上限いっぱいにして増援を詰まらせるって手段も。あ、そういうキャラ数上限とかもあるのか。へえ。奥が深いね。さーてどうしようかな。もう一発耐えれるな。もう一発耐えさせとこうか。そしてオグマさん。お、830。盗賊。OK。なあ、まあ、いいか。レベル上がらないから大丈夫。次だな。これで91になるから。次、必殺で倒さなきゃ。可能性が。延長が有効になっています。延長したくないときはご注意ください。で、一応、ここに、シーダを、置いとこう。こいつら防御弱いしなぁ。ちょっとホースメンは早々に、ホースメンとアーチャーかは早々に、なくしたいんだよなぁ。あー、ホースメン HP 高いね、やっぱり。上位色なだけあって。はい、ターン終了した。耳使って殴らないの？終了まであと5分になりました。延長しました。ここから、毎ターン出てくるの？30分延長しました。延長しました。延長しましたよ。怖いなぁと思ったんだけど。30ターンぐらいまで出た気がするお。おー、マジか。今何ターンか知らんが。毎ターン出るとすげー量になるな。
稼ぎ場所なんだが、だるいからいつもマリクとマルスワープでクリアしてる、わら。ここにね、それはね、ちょっとね、考えた。ここ速攻で行ったら、こいつ魔法ないし、速攻でマリクで落とせるんじゃねっていう。思ったんだけどね。よし、とりあえず、こっち先やろうか。終了まであと3分になりました。起きた。あー、ソルジャーか。多分あかんよな。ダメだよな。やめとこう。はい。倒せたとしてもクリティカルだからな。潔い。うん。下手にダメージ食らってもね、ライブがもったいないからね。これで削って、ね、18か。クリティカル出たら怖いな。格闘場でお金稼ぎながら、主力レベル上げながら、ヒラ枠のために杖大量返してレベル上げてたな。だねー。とりあえずこいつ回復しといて、あ、こっちはクリティカル 3% か。あとは。弓を上げるのが、なかなかうまくいかなくて大変だったな。弓はなんか闘技場向きじゃないよね、きっとね。闘技場入れるのか、弓って、その前に。もし可能だったら、ペガサスナイトとか、ドラゴンナイトとかあたりを狙える金額探したい。マルスを回復しとくか。弓同士でやり合うんじゃないかに。ああ、弓同士なのか。あ、で、ちょっとアニメも切っとくか。
これでターン終了かな。くそ、めっちゃ出てくるな。なんとか、ローガさん、レベル上がって、防御上がってくんないかな。敵の増援が増えるごとに敵のターンが長くなるんだな。何ターンもできたんだろう。なんか600台が出なくなったね。680ならいくか。海賊レベル9。あ、これまずいな。まずいか。あ、かなりまずい。まずい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 。攻撃力高すぎる。くっそ、なかなかうまくいかんな。あと1上げたら、ホグも終わりなんだが、とりあえずは。ああ、カシムなら一撃で倒せるな。見てますん。あ、これ壊れた弓装備した状態になるんだ。壊れた弓は変えない特権だが。そうだね、変えられないからね、このターンだ。重いから。二回攻撃食らっちゃうか。あ、かなりまずい。ウェンゼルで交換できたね。あー、そうか、できたか。シーダで行けなくもないが、確実に落とされるよな。ああ、これはちょっとまずいね。そうか、交換っていう方法があったね。どうしようもないか。ちょっとカシムやばいな。
どうしようもないから。クリティカル出ないのを祈っとこう。もし出たら、ここまでのリセットしなければならん。あ、避けられんねん。あーうわ、最悪。マジかよオフ。クソ、フラグ回収しやがった。必殺。必殺怖いよ、もう、もう。くそー。やり直しだ。73コメさんいらっしゃい、こんにちは。はぁ、つらい。あれか、オグマさんの力が上がる可能性が増えたっていうことにしとこうか。そう、マジかよ。難しいな。延長枠フルで使っても終わらなさそうな7章、わら。うん、あのね、終わらないと思ってる、最初から。で、しかもちょっとね、時間的には5時くらいまでしかできないんでね。ハーリンとウェンデルだよね。そうか、買い物からしなきゃいけないのか。したら、マルスでここか。買い物。銀の斧って持ってたっけ？ああ、ここでは持ってないか。先にシーダで倒しに行けばよかったかな。鋼の剣が、日本？で、槍4本。メモ残しといてよかったなぁ。で、銀の槍も、2本。あ、違う、これは買わないんだ。鋼の弓3本か。あ、そして、鉄の槍売ってないね。鋼の槍にするしかない。武器は1個だけだっけ？上にあんのかな？ここ武器屋で、ここが道具屋で、あとは、家、だけかな？だけだね。ここでは鋼シリーズしか買えないっぽい。魔法の書についてメモしてないな。間違えた。あ、でもそれぞれ渡しておけばいいのか。後でマリックに渡そう。
で、お前は、鋼の槍で、そいつを倒せ。はっ避けられやがった。あれこれまずいんじゃなかろうか。これ次避けられなかったら死ぬな。リセットかな攻撃してこないことを祈るのじゃ。ああ、そうか、その可能性があるか。かなり低い可能性に限るな。移動だけだった。次のターンのシーダの一発目が外れなければいいんだけど。逃げるなら手ありチクチクでもいいな。そう、あのね、シーダに持たせてないんだよね、そういえば。手あり。クイックセーブみたいなのがありませんでした？ないんだよ。レトロフリークの機能を使えばできるんだけど、スーファミとしてはない。から、めちゃくちゃ困ってる。マルスここに置いたら、命中率上がるかな？あ、置けないや。置けなかった。とりあえずシーダから動かして。80% か。鉄の槍でもいけたかな？そりゃクイックセーブあったらゲーム性壊れるし。でも確か、新しい方の作品だと、クイックセーブあったよね、確か。なかったっけ？ないんだっけか。あ、これだと、いくつが、盗賊になるんだ。790か？セーブの魔法陣みたいなあった。ああ、その中段セーブができるのがフィールドにあるのか。800くらいか？あ、650がある。あ、海賊多分外れだよね、これ。海賊外れじゃないか、これ。だよな、8食らうもんな。受けた。そうか、回避の可能性が。相手 60% か。お、これはいけるかな？配信出すなよ。OK。配信じゃなかった。
力来い。力来なかった。あ、でも守備力上がった。守備のが全然上がりにくいのにな、わら。あ、そうなんだ。あ、魔法じゃない、アニメカットしてないや。レナも力上がってほしいな、回復力上がるし。道具交換で、はい、血を下ろしとこ。ヒラ枠何体いるの？ヒラ2体だね。ウェンデルとレナ。これ司祭とシスターの2人。あー、ほんとさっきはもったいないことしたな。運が悪かったというのもあるけども、こっちの判断ミスだな。あれか、1時間分無駄にしたんか。そしたら、盾の行動パスできないのかな。盾の行動パス、盾の行動パスという。あー、できない。もう何をしてもね、反応しないと思うんだけど、できるのかな。できなかったと思う。そんな機能は最近ついたにゃ。早送りとか欲しいよね。できればね。さあ、今回はナバールからやろうか。そうなのか、最近のしかやったことないからな、わらわら。まだ設定で敵の移動速度とかも上げられないっけか。そう、ない。あったら、やってる。これ、海賊の可能性高いよね。さっき650だったよね。やめとこう。で、盗賊が、810かな。多分これ盗賊だと思う。盗賊かソルジャーだよね。お、盗賊だ。OK。810だな。じゃあ、レベル6の時は800か。覚えとこう。の。まあいいか。700台浜同士系かね。あー、そうか、同士、そういえばさっきいたね、エルファイアーとか使ってきてたな。
金額と相手の相関性あるんだ。あるっぽいね。さっき知ったんだけど、それも。ファイヤーの書と、サンダーの書、交換しよっか。で、バトルアニメだけだよね。サウンドメッセージ、地形表示、カーソルだけだから。あ、中断ならできるね。中断しても意味ないからな。再開したら中断データ消えちゃうし、確か。消えなかったらいいんだけど。延長が有効になっています。延長したくないときはご注意ください。回復を入れて。700。とりあえずは810狙いだよなぁ。オッケー。ソルジャーかぁ。ダメだな。死ぬな。次で死ぬわ。終了まであと5分になりました。30分延長しました。延長しました。30分延長しました。延長しました。延長しました。あと一撃耐えれたんか。そうか、耐えれたんか。22だと思ってたわ。ハプバーが数値化してくれないと見づらいな、わら。そうなんよね。あれ、リブロじゃない。まあ、死んでリセットするよりはいいか。
終了まであと3分になりました。何上がったんだろう。あ、HP 上がってる。800はペガサスナイトのはず。OK、盗賊。勝てないと。金が減ってく一方だからな。あれ？一回攻撃？おや？素早さ足りないのか。マジか。あのパール、素早さ上がってほしいな。大人より遅いんだね。遅いんだね。2回攻撃するもんだと思ってたけど。1足りないんだ、きっとね。そうか。盗賊。13じゃないと2回攻撃できないな。あら。うっそ、マジかよ。もう嫌なんだけど、若死ぬ。また死んだよ。あ？マジで？ちょっと、勘弁してよ。まさかだったなぁ。もうワープでクリアも視野に、わら。くそー。カシムを信じたらあかんな。もう一回遊べるどん。傷は浅かったけどね。確かにね。ただ30分はかかってんだよな、ここまで。普通にさ、あの、闘技場でやられたらさ、自分の判断ミスだから、諦めつくんやけど、フィールドのやつで倒されると、辛いなぁ。ちょっとシーダに、なんだろう、ナイトキラー。で、手あり。これをセーブしよう。103へのレス。みんなには見えていないコメントだよ。うくぶって軽く思われがちだが、幸運は大事だってわかんだね。103へのレス。本当だよ。みんなには見えていないコメントだよ。幸運低いやつは怖いね、今後ね。とさ、この買い物が地味にめんどくさいんだけど。なんだっけ？鋼の剣が4本か。
あ、じゃあこれ日本か。1、2、3、4。だけのはず。で、これ日本でしょ。で、ファイヤーとサンダーを2個ずつ。OK。ない。でね、ちょっとね、あまり使いたくなかったんだけど、ここで、セーブさせて。でなんかミスったら、こっから再開できるようにしよう。うん。買い物終わらせた状態からした。命中60か。めっちゃ低いな。そんだけしかなかったか。配置終わった状態からでいいよ。ああ、一旦目一旦目配置終わった状態。そうやったら、ぜひシーダの一撃目を当たった状態でセーブしたかったんだよ。欲を言えば。OK、とりあえずこれで終わろう。セーブは、次もし失敗したときだな。でね、このショーはね、時間内に終わらないと。闘技場の周りに人集めた状態でいいと思う。まあね、便利っちゃ便利なんだけどね、そっちの方が。ここの敵の移動が長い、わらわら。本当にね、増援でできたらまた変わんないからね、数がね。
小さいのこいつか。とりあえず。第5か。レベル6だから800のやつだよな。100が濃い。OK。で、盗賊濃い。OK。会心出るなよ。さあ何が上がるか。お、力つばやさ。いいね、いいね。かなり重要なものが2つとも上がって。ここでセーブしたいわ。本当に。まあ、なるべくね。裏技的なものだから使わずに行きたいね。あ、アニメ切ってない。クス常用しちゃうと難易度的にどうしてもね。そうそうそう、それだったら毎回使えばいいじゃんってなっちゃうからね。クス先生の難易度の改造版もあるか、わら。ああ、そういうのもあるの。怖いなぁ。どんだけ難易度上がってんだよ。とりあえずね、あと2時間、頑張ろう。あれかな、1回目の時みたいに、とりあえず動画だけ、やって、ホース面が、レトロフリーグってばいそっと買わないの？出てきたらにしようかな。レトロフリーグね、倍速は、あったかな？機能的にね、あったかな？ちょっと待ってね。見てみようか。多分そういうのは。あれば絶対だけしても良さそうだけど。あー、4倍速あるね。オーバークロック速度っていう。何でこれをするのかちょっと分かってないが。ボタンの割り当てでできるんかな？ただ設定的にどれかのボタンを潰さないとできないから難しいね。うん。まあ、普通にね、スーファミ版をやってるものだと判断してやりましょうか。さあ次は810だね。何気なの600難は、海賊が出てくるから怖い。ソルジャーかぁ。700台も挑んでみては？
魔導士いけるかな。これどうしよう。とりあえず戦ってみる。あ、無理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 、絶対無理だ。12食らってるわ。そう、ソルジャーっていうハズレがあるのは難しいとこだな。魔導士の2発耐えれるなら相手も守備弱いから勝てそうだけど。ああ、そうね、こっちでも魔防が1だからな、フルで当たるのが痛いよな。じゃあとりあえず次出てきたらやってみようか。で、どうしようか。もう銀の斧売ってしまおうかな。あ、そういえば装備品とか渡してないや。道具交換。3度目の正直で時間いっぱいまでやりたいね。少し溶かして、武器の交換か。位置減ってるけど、まあいいか。810か700台か。800はダメだ。700。誰が出てくる？魔導士か。10くらう。2発耐えれるか。いけますね。うん。
先に攻撃しろ。OK。700もいけるか。700か810かって感じかな。結構ギリギリだけどね。まあ問題はこっちなんだよな。どうやって進行を防ぐかね。ソシアルナイト。橋本君の株がだだ下がり。そうね、ちょっとね、てか他のやつも危ないんちゃ危ないんだけどね。ソシアルナイトを潰すまでは動画だけで頑張ってもらうか。カシムカよくあるけどオタレ弱いからやっつけ負けも多い。やっつけ負けは倒すけど次のターンでやられるとかそんな感じか。あ、じゃあ今の動画の位置みたいな感じでいると、あの、新しい敵がじゃんじゃん来て、負けるって感じか。倒した場所に新しい敵が来てやられる。ああ、だよね。そう、それもね、きついよね。下手に強いとね。760は、誰が出てくるんだろう。一応行ってみようか。ペガサスナイトだと。何事もチャレンジ。うん、行ってみよう。16、9か。800台じゃないペガサスならいけるんで。かなぁ。敵の攻撃を受けるけど、こっち一回攻撃か。か。結構怪しい感じもするな。クリティカル出なかったらちょっと怪しいね。そう、二ターン目まで様子を見る感じになりそうだね。回避確認前提な感じ。そうそうそう。二ターン目まで様子を見て、三ターン目かどうかっていう感じになるんかな。このゲームのクリティカル率さ、絶対おかしいよね。なんか、内部でプラス10とか20とかされてんじゃないのかっていう気がしてならない。正常ではないみたいですよ。ああ、だよね。命中とかも。その目に見える数値より絶対高い気がする。OK、盗賊は当たりだ。成果100以外信用してはいけない。本当にね。あー、これ。技幸運か。クリティカルだもんな。もったいないね。
レベル上がるときだけ会心でなければいいんだけど。そうもいかずだね。会心出やがった。お前まで会心出すんじゃない。ちょっとな、ホースメンとアーチャーがちょっとすげえ怖いんだけど。アーチャーはまだいいか。多分、そのターンで何とか倒せるからな。あと、どうかあれか、素早さも、上がってくれないと困るのか。2回攻撃受けるからね。レベル上がったから820でいいんだよね。あー、ソルジャーか。ソルジャーな、いけるんか。 12? 避けれたら。ダメ、ダメだ、ダメだ。あかん、あかん。3目避けれたらな、延長が有効になっています。いけるんだけどな。延長したくないときはご注意ください。お、残念、力上がってない。シータ横に置くといいですよ、多分。126個目さんいらっしゃい。ナバーヌにも影響あるの？支援効果の話だよね、きっと。ナバハないね。オグマがあるんだよね、確かね。終了まであと5分になりました。レベルアップの時にね、延長しました。30分延長しました。30分延長しました。延長しました。延長しいたよ、わーい。会心が出ると、どうやら、また、幸運武器レベルだっけ？上がりやすくなるらしいんでね、なるべくそれを避けたいんだよな。あれ、820だよね、今。110のペガサスはやばい。オッケー、盗賊、当たりだ。だけだな、安心できるの。で、あとはこいつか。ちょっと待ってね。速さが5で守備11ね。お、速さ上がってるじゃないか。ナイスだね。しびるか上がってほしかったけど。終了まであと3分になりました。
もう1上がらないと後輩足上がらんね。ああ、もう1上がんなきゃいけないのか。そうか。じゃあもう1段階レベル5。上がった時に素早さが上がってればいいなーって感じか。そうか、今ゼロだもんね、高速が。で、ちょっと回復しとかないと、まずいか。動画さん動けるデブだから速さ結構上がる。そう、動画何気に避けたりするからね、回避率とか。あんま高くないのに。OK、当たり引いた。はレベル上がるんだっけ？上がるよね。うーわー、嫌なタイミングで会心でやがった。ああ、また幸運だし。くっそ、力上げたいんだっつーのに。力を上げたいんだよ、ナバールさん。タイミング悪いなぁ。まあ、傭兵とか勇者は仕方ないんかなぁ、こればっかりは。じゃあ830でいいんだよね。ソルジャーかー。一旦目回避してくんねえかな。それでもきついか。あ、アウト、アウト。HP 上がれば可能性が見えてくるかもしれないけど、よし、もう一回行くか。やめとこう。アドーシは700ちょっとのやつだよね。710か20あたりか。同じ数字しか出ないぞ。あ、来た来た。
あれ？一回攻撃にまた変わった？ああ、相手の素材差が位置上がって、こっちが上がってないのか。浮くばっか上がって速さ上がってないから、わら。そう、さっきなぁ、さっきなぁ、クリティカルで、勝っちゃったからなぁ。経験値稼いでる間はいいんだけど。バトルアニメ。お、素早さ来た。やったね。高速が1に上がったぞ。ちょ、動画はこれで目標は達成だね。掛け金高くても弱いやつとかいないんかな。でもレベルが高くなるのか、その分。次だな、問題はな。3ターンもあると、配信が出そうな気がしてならない。あ、アニメ切ってなかった。そういえば700あたりの魔導士が全然出てこない。確率は低いんかな。120じゃない。OK、盗賊。
さあ、会心を出さずに倒してください。お願いします。嘘だろう。また会心かよ。まだこう、素早さ上がれ。まあ、これで一応。もう首を考えるレベル。一応、10にはなったね。一応ね。そう。マジか、ナバールさん首？ナバール首にするんだったら、こっちのどっちかを育てないとな。切ないな。よけた。とりあえずこいつは置いといて、ヨグマか。800だよね。さあ、こっからだね。ホース面が出てくるから。
さあ、オグマさんはクリティカル出さずに勝てるでしょうか。お、いいね。さあ、何が上がる。お、力使えさ。最大 HP も。いい感じだ。杖は勝手に捨てるのか。武器だけが残るのは。あ、そういえば何か言われた気がするな、それは。さっき、前の時に。次が810だよね。来た。クリティカル率 13% ってこんなもんだよね。ナバールは内部計算で上がってんのかな、そしたら。これちょっとギリギリまで傷薬で。回復させるか。あ、次レベル上がるな。またバトルオンにして。力素早さ、素早さまた上がった。シーダーをもうちょいオグマに近づけていい？そう、クリティカル率上がるんだよね。141個目さんいらっしゃい、こんにちは。あの、会心を出さないためにわざとね、今、3マス以上、4マス以上離してるんだよね。あの、レベルアップ時にクリティカル出されると困るんで、わざと離
話してません。そうなんだ。そうなんですよ。一時期ね、近くに置いてたんだけど、なんかそれだとなんか力とか上がらないよみたいなこと言われたんで、上がりづらいか。最悪リブロ。年金も会費も増えるから、知らないなら教えておこうかと。そうそう、支援効果があるっていうのはね、今まで何回か聞いてますね。教えてくれた人が何人かいたので。さあ、ホース面をどうするかな。あ、アニメオフにしてない。あ、ホースにそこ詰めてくるの。そうか、詰めてくるのか。じゃあ増えるのは邪魔くさいな。ホースね、増えるよかはいいんだけどね。ちなみに傷薬使ったら一旦経過するよね。まだ大丈夫か。じゃあとりあえず攻撃優先で。お？さっきスピード上がったから高速が2になってる。あ、待って待って。設定変えてない。細身の槍なら3以上になるね。あ、そうか、そういうのもあったね。細身の槍か。800じゃダメなんだよ。あ、700。アルイハ的の高速が例なら手槍でもいい気する。そうなんだよね。ただ今相手がホース面だからな。アーチャー相手になら手槍で反撃できるかもしれないけど、どうしようか。700って多分魔導士だよな。やるか。さあ、オグマさんは相性はどんな感じ。スナイパとも格好スメンってそんな早かったっけか。ホースメンが高速3あって、アーチャーが1か。確か。
ケイ。そう、3だね。で、アーチャーは高速が1だから、アーチャー相手になら手やり使っても2回攻撃されないんだけど、ホースメン相手だとね、手やり使うと2回構造されちゃうからね。ダメージタイム。ダメージはね、2のはず。防御11で、相手13だから、クリティカル食らっても6。延長が有効になっています。延長したくないところはご注意ください。2回行動されると、下手すると12食らっちゃうから。おや？増援今1体減ったね。必殺2回も出るん、わら。いや、出ないかもしれないけど、このゲームわからないじゃん。1% でも普通にクリティカル出るしさ。それでね、今日すでにリセット2回してましてね、これ、今日3度目の正直な回なんですよ、実は。最初ね、1時間近くやって、リセットして、次、数ターン目で、またやられてしまって。カシムとカイオ先輩。そうそう、1回目も2回目もね、カシムがクリティカル食らって死んじゃったんだよ。終了まであと5分になりました。延長しました。30分延長しました。延長しました。30分延長しました。延長しいたよ、わーい。殉職者出してるぐらいだから、リセットしないのかと M とか。殉職者は一応、こいつ別に死んでもいいかなっていうキャラが死んだ場合のみですね。メインで使っていこうと思ってるキャラが死ぬとちょっと困るので。で、増員1体減ったね。今これあれか。さっき言ってた上限数いっぱいになってんのか。これ途中で鉄の槍尽きるから、鋼の槍にしなきゃダメかな。まあ、鋼の槍にしたら。今状況見て敵の数見てみて。敵の数。30ぐらいだっけか、上限。32だね、今。そして今32が上限か。32が上限っぽいね。今多分1体倒したら1体出てくるかな。32か。で、確か30ターンくらいまで出るっていう情報を聞いたんで、まだまだ出てくるっぽいね。怖い怖い。傷薬の効果って。あ、1回につき10しか回復しないのか。思ったより少ないね。上限で出ない増援は出てるってカウントだから。ああ、そうなんだ。別な言い方をすればもったいって感じだね。ああ、もったいないのね。で、今1体分損してるってことか。次さらに減るな。次の回増援出ないってことだもんね。さあこれ今回勝負どころ。何ターンまで出ますって感じだからね。なるほどね。さあ今回レベルアップがかかってるので会心出されると困る。
もう一回だから増援が減産で不正でくせのはよくある話。そうそう、前のところだった、前の前かな。オッケー、配信なしで倒した。まあ鳥で塞いでたりしましたね。技幸運武器レベルかよ。いつも通りじゃないか。力上がってほしいんだけどな、オグマも。こればっかりは運だから仕方ないんか。レベル上げするなら砦の東西南北を塞いでとかねー。あのアーチャー相手とかがいいよね。一マスに攻撃できないからね。だから今だと確かここがアーチャー出るから、ここを塞いでアーチャーだけ出すとかだったら有効な戦法になりそうだけど、他やり残しはないね。ミネルバが仲間にあるマップのスナイパーを囲んでボコるのが好き。そうか、スナイパー出てくんのか。アーチャーの上のジョブで。リセット禁止ルールか。いや、リセット禁止してないです。167コムさん。一応、殉職者がいるよっていうのを出してるだけで。はい。リセットは禁止してないです。まだそのマップ先だったか。ミネルヴァはまだ仲間になってないが、多分この後のショーじゃないかな。リカードはチニッパのまま進めてるんでしょ。そうそう、リカードはね、してしまった。大丈夫大丈夫。リカードはその登場したあの城の中で結構後半の方でアーチャーだかハンターのクリティカルで殉職されまして、さすがにこいつ多分二軍落ちのキャラだから死んだままでクリアしようっていうことにして、で殉職になってます、リカード。ただメインのキャラが死ぬとリセットしてます。じゃあ誠の江戸にはこだわってないのね。あー、そうなんだ。そういうのがあるのね。それは知らんかったわ。特にこだわってはないですね。でもできれば死人が少ない方がっていうのは思ってますけどね。でも難しいよね、このゲームね。一部も二部も両方とも全員制限でクリアすると誠の江戸。あ、そうなんだ。あ、第二部のエンディングが真のエンディングになるんか。へぇー。何がどう変わるんだ。まだ復活の杖があるから。復活の杖って、ショーをまたいでも復活できる。まあ回数制限あるけどな。どうしよう。あとこいつ倒せるよね。リカードで説得する敵出てきたら、わら。ああ、それね、それはもうどうしようもない。来たか覚えてないか、わら。なんか当時もね、いないんじゃねっていう話をリスナーと喋ってたね、確かに。多分こいついないんじゃねみたいな。いないはず。シーザ育てましょう。シーザって今仲間だったこいつだよ。わこつ、パーフェクトエンディングね、復活の杖使ってもパーフェクトにはならない。
181個目さんと182個目さんいらっしゃい。あ、復活の手使ったらパーフェクトはならないんだ。あの、死亡したかどうかのフラグがもう立ってるからダメってことか。なるほどね。C がね、そう、なんかね、このナバールさん。あの、クリティカル連発でレベルアップして力が上がってないから、あの、ちょっと、クビかもね、みたいなこと聞いたんで、だったこのラディか、シーザー育てなきゃな、っていうことは、さっきチラッと喋ったんだけどね。なんとなくね、こっちの方が育つような気がするな。シーザーよりは。あの、パッと見の印象なんだけど。必殺のこと気にしたことないけど、結構影響あるね。なんか、レベルアップのタイミングでクリティカルを出すと、なんだっけ、技、幸運、武器レベルが上がりやすくて、あの、力とか素早さが上がりにくい。っていうような情報をいただいてたんで。で、なるべくレベルアップの時に。成長いいのわらじ。あ、やっぱ成長率いいんか。お、じゃあ、自分の第一印象は、第一印象は合ってるらしい。噂なのか。まあ、検証するにしても大変だよね。いや、でも種も結構体感してるのでは？うん、体感してるね。特に傭兵の人たちとかね、会心出やすいから。技幸運武器レベルは結構上がりやすいイメージは。あるかな。自分は噂で聞いたってだけで検証してる人はいそう。検証してる人は多分いるよね、世の中には。あとね、全体的にやっぱり力が上がりづらいよね。位置上がっただけでも結構影響力あるからだとは思うけど。そんな中ね、カシムは異常に力が上がりやすいイメージが。そしたらなんか力の成長率がトップだってさっき言ったね。ただいかんせんこの人ね、幸運なさすぎて、ちょっと苦い思い出が。検証生活？検証生活？あ、私です。私は、個人事業主ですね。今日はたまたま仕事が入ってないっていうだけです。は、ん？ 850 じゃないよね。820か30のはずなんだけど。課金。120か。あー、ソルジャーか。オグマならいけるんだっけ？オグマでもダメなんだっけ？しかも位置減ってる状態だな。カシムが幸運低いってのは、親の病気云々の設定なのかな？どうなんだ？あ、倒してくれた。けど、レベルアップのタイミングじゃなかったっけ？だよね。くそー。力上がれー。幸運武器レベルと最大 HP か。残念。クリティカルで勝ってしまった。で、今ね、一応、メインメンバーをレベル10以上に、だいたい10を目安に上げようかなと思ってるんで、あともう1だね。とりあえずは。
お。上がった。あ、力上がったぞ。回復力上がるな。攻撃力も上がって、いいね。こいつも上がってほしいな。そしてレナも上がってほしいんだけど。うむ。難しいね。増援一体だよね。左から優先か。あ、なるべく。マリクは絶対育てたいね。そう、マリクはね、育てたいね。で、他にもね、育てたいと思ってるキャラが、今この出てるメンツで多いんでね、そいつらが死ぬと、レベルの上限って 30? 困るの。40? あー、どうなんだろう。それは聞いたことがなかったかな。40も上がるのかな。202回だね。22回。あ、じゃあ合計でクラスチェンジってね、きっとそれね。転職前で20で転職後で20って感じ。ああ、なるほどね。そうだから、すでに上級職になっているキャラは成長が弱いみたいなのは聞いたかな、確か。さあ、次は830だね。鍵。もしくは、あ、来た。ソルジャーか。一応一旦は様子見ようか。転職は10で可能だけど、能力引き継ぐまで20までやった方がお得。あ、そうなんだ。お、これは余裕でいけるな。確かにね、能力引き継ぐんだったら20まで上げてからがいいよね。思い出したけど、40なら20まで上げてクラスチェンジした方が最終的に強いんだね。そうだよね。うん、20までやってクラスチェンジしてまた20までされた方が最終的な能力値は高いんだよ。でもきっとさ、これ能力値さ、限界値あるよね、きっと。ナイト系って今から降りてレベル上げしてた人いたけど、あれなんか意味あるんかな。高速が変わってくるんだよね、きっと。今、この、アベルさん、馬から降りてる状態で、高速7で、乗ると、3に下がるっていう。だ、2回攻撃ができるかどうかっていう、ことなんだと思ってるんだけど、違うんかな。その他の理由がよくわからない。能力は全員上限20。あ、各パラメータ20か。なるほど。なるほど。じゃあ結構技とか速さとかは、クラスチェンジ前からカンストしそうだね。傭兵は。ただ、どこでレベル上げるかが問題。はい、201コメさんいらっしゃい、こんにちは。そうだよね、下手に上げると、HP とか下がるんかな？あ、それはないか。できれば闘技場のあるところでクラスチェンジしたいって感じかな。いや、ネタバレいいの？物語の進行上のネタバレはなるべく控えてくれた方が、見てる初見さんにもいいかな。
私自身は全然気にしないんだけど、見てる初見さんに悪いかなと思って。携帯を除いてクラスチェンジで能力が下がることはないね。ああ、下がることはないのか。そしたらやっぱり闘技場のあるところでクラスチェンジしたい感じかな。ちょっとごまかし入れるわ。はいはい。早くホースメン部隊を潰したい。例外はペガサスナイトからドラゴンナイトになるときで。うん、はいはい。魔法防御が下がります。あー、ペガス、その、クラスの能力としてってことか。じゃあ魔法防御とか全然上がんないよね。とあるアイテムがあるんだけど、それがあると能力が上がりやすくなる。あー、そういうのがあるのか。なんかドーピングもできるけど、それとは別に、なんか成長率の上がるものがあるのかな。そしたらクラス、せめてクラスチェンジ後のレベル上げはそれだけたいな。魔法攻撃力上がるんだっけ？なので、その時に一気に持っていくってのもあり。そうそう、力が上がると魔法の攻撃力も上がるよね。この、力が魔力だね、このゲームだと。そう、回復力も上がるし、攻撃力も上がるから、司祭だとかなり有効だよね。その司祭さん今力3に上がったから結構嬉しいんだけど。服だと別々だった、わらわら。ああ、そうなんだ。力と魔力みたいな感じかな。別々より一緒の方が楽だけど、どうなんだろうね。後々の作品ではばらけてたような。確かね、アドバンスの劣化の剣を触ったことが。再びなります。ああ、じゃあ次の作品でもう別々になるのか。そうか。まあでも力、魔導士に力っていう力は筋力かは必要ないからね。そのなんか成長率の上がるっていうアイテム欲しいね。クラスチェンジ後はせめてそれであげたいね。魔力ですね。魔力、魔力か。まだ経験値的には大丈夫。手力。手力。マルスだけは転職しないので注意ね。動画魔法防御20になったら最強か。あー、そっか、マルスはロードだからクラスチェンジないのか。じゃああいつは上げちゃいけないね。あまり動画魔法防御20とか上がるんかな。まあ確かにね、防御と盗賊もないよ。そうそうそう。どうか、足遅いのでねー。魔法防御はすべてのキャラで成長率固定でして。あ、固定なのか。じゃあその。一律 3% ですな。そんなに少ないの？じゃあその成長率が上がるやつで、しないとは、なかなか上がりづらいステータスか。まあ魔法自体が、初期状態でそこまで強くないからね、攻撃力が。下手に上がってもらっても困るっていう感じか。そう、斧使いと盗賊もクラスチェンジしないっていうのは、このゲーム、しばらくオープニングで放置してたらなんか職業紹介みたいなのがあって、それでなんか上級職がないっていうのは、それで知ったかな。ラウンド2、ファイト、で字幕で、スト2かなって当時思ったもんだ。あ、確かに、ね。とあるひどい技あるから。レナ、この子。バグ、そうそう。バグ技ってことかな。なるべくならそういうバグ技っていうか、なんかチートに近いことはしたくないよ、ね。ちなみにファミコンでは、カシムも転職できませんでした。確か、バグですね。え、こいつ、ホースメンになれなかったってこと？てか、ホースメンがなかったってことかな。
そうか、バグか。バグならなるべく使わずにやりたいね。あったけど、別色扱いだった。別色なんだ。あ、じゃあ、ホース面はホース面でいたけど、クラスチェンジのやつではなかったってこと。逆に、ホース面もクラスチェンジがなかったってことだよね。もともと上級職だもんね。なんか、混雑してきたね。めっちゃ渋滞してんな。で、あと7ターンくらいで、確か切れるんだよね。まあ、こいつら倒しても経験値しかくれないからな。正直、室内戦だと乗り物から降りちゃうので弓は結局スナイパーだらけにしたな。あー、そうか。その場内戦とかだと、結局、ホース面からハンターに。服だと、馬から降りるってこともなかったからね。ちなみにファミコン版だと室内でも馬に乗ってました。あ、そうなの？スーファミ版だと普通に。ファミコン版との違いって何だろう、システム的には。結構違いあるみたいだね。だ、本当あれか。リメイクなんだね。この暗黒戦争編は。こいつらも、場内戦など勝手にナイトになったからね。あと、シーダも、降りたいね。こっちがゆるゆる。そう、なんかこっちはね、ゆるいっていうのは聞いたね。そう、これでゆるいからね、このステージもう3度目の正直だね。何者から降りちゃうとナイトキラーの特攻効果なくなるからゆるい。あ、ナイトだけど、あの、ソシアルナイトへの特攻だから効かないってことか。まあ降りてまで受けてたらな。格闘場も開始しちゃうと途中で止めれないとか、飛行系も乗り物から降りちゃえば弓怖くない。ファミコン版は30話あったので、10話分スーファミは削られてます。ああ、そうそう、あのスーファミ版で結構削られて、あとキャラも削られてるんでね、確かね。っていうのは、あのなんか前情報でちょっと調べたとき、攻略とかじゃなくてね、違いとか見たとき、書いてあったな。そうか、10話も削られてんのか。820じゃない、830のはず。格闘、てか闘技場で途中で止めれないのはちょっと困るね。ただでさえ今でも、ヒヤヒヤしながらやってんだけど。リフェ？リフェ？リフェってなんだ？リフ派みんなの中に生きているよ。ああ、リフか。それ削られたキャラなんか。ちなみに。30だっけ？25じゃなかった？ 30？ あの、増援のやつ？わかんない。味方のシューター全滅。25だっけか、そうかも。ああ、そうなのか。じゃあ、あと2ターンか。多分出てこないよな。あと、1体くらいしか出てこないんじゃなかろうか。味方のシューター。シューターっていう、職業？クラスか。あ、来た来た。さあ、クリティカル出ずに倒して、なんとか力上がってほしいな。さあ、あと一回、クリティカル出さずに、倒してくれ。オッケー、これで力上がれば。あー、力上がった、よかったHP もよ、上がったね。ナバルと違って HP の成長が望めるな。これ27でしょ。これ届かないんだよな。よし、とりあえずこれでオグマもひとまずは OK かな。次誰あげようかな。アベルカインあたりか。お、ネイバールよりオグマのが成長するイメージではある。あー、オグマの方は成長率が高い。あ、力2。
位置上がった。やったね。ずっと上がんなかったから、やきもきしてたけど、ちょっと安心。次、アベルカインあたりか。ファミコン版のシューターって戦車みたいな乗り物で移動可能だったよね。そんなのがあったの。うむ。ああ、あれかなんかバリスターみたいな。移動できるバリスターみたいな感じか。へえ。さあ、一体追加されて。ギャリングサーガだと登場してますね。ファイアエンブレムの派生作品だっけ？ティアリングサーバー。ガルパンより走行ないね。なんか、木材で作られたようなやつだよね、確かに。木材で組んだ土台というか。まんま世界伝みたいなゲーム。ああ。オマージュ作品。オマージュ作品ってことは、あれ、任天堂というか、ファイアエンブレムを作った会社じゃないってこと？作ったの、ティアリングサーガって。ちょっと先回復しようか。謎である。謎なの？作った人は一緒だけど会社は慣れてからなので訴えられました。ああ、そうなんだ。まあ、そういうのはよく、あることだよね、ゲーム業界はね。わらわら。仕方ないね。おー、そしたら。周りだけ見てたらな。まあでも、開発者一緒だったら、ね。終了まであと5分になりました。30分延長しました。延長しました。延長しました。30分延長しました。延長しいたよ、わーい。なんか延長したことをなんで連続で言うようになったんだろう。お前少なかったんだろう。あ、そして、時間的にラスト延長だね。そういえばこれ、値段一緒なのかな？ないとでも一緒。傭兵だから800ちょっとのやつが盗賊だったのかな？やってみりゃわかるか。確か800のはず。お、一緒か、だいたい。あ、二回行動。この枠じゃクリアできそうもないな、わら。うん、あのね、もともとね、クリアできると思ってないから。そう、このショーはね、かなり時間かかるだろうなぁと思ってたから、普段はね、夜の8時から10時の2時間でやってるんだけどね、それだと一体何日かかるんだっていう感じだったから。ティアリングサーガは名作だったのに次回作のデルウィックサーガはクソゲーだったね。まあそれも、あ、間違えた。を兼ねると半日コース。はい、気にしてしまった。そうだね、闘技場で各キャラクター育てようと思うと仕方ない。こっちで回復しよう。だいたいあれだよね、2が打作になって3作目で復活できるかどうかっていう感じだよね、シリーズものはね。まあ昔は FF2 もダサ作だって言われてたけど、あの成長システムがあったからこそのロマサガができたとかね。ロマサガの原点だからね、FF2 は。ただ FF であのシステムはなかなか、大変だったね。マーゴに評価が上がるゲームはあるからな。そうそうそう。
ファイナルファンタジー8とかも。そう、なんかね、8結構個人的には好きなんだけど、結構世間からの評価は悪いらしくてね。ああ、そうなんだ。でも確か8が一番売れてるんだよね。あの、世界的な売り上げで見たら。海外では売れてるんかな。ファイアーエムブレムは2作目も名作だった。2作目ってガイデンだよね。ファミコンの。それもね、一応持ってるのでね。確か、この紋章の謎でいう1部と2部の間の話だよね。なんかあれも今までのシリーズで見ると、そうそう。なんか他と比べてシステムがだいぶ変わってるみたいな。オッケー、さあ何が上がる？というか別の大陸の話だからね。あ、そうなんだ。あざ素早さ守備力か。あ、守備力上がるのは嬉しいな。ガイデン同じ世界なのか、確かに似たようなキャラはおったが。あ、話的には特に繋がってない感じなんだ。うむ、こっちのキャラがあっちの大陸に渡ってる人いるので。ああ、そう、じゃあ、ゲスト参加みたいな感じでは、いるけどってことか。ああ、そうなんだね。ちょっとね、悩んでたんだよね。この1部終わった後に外伝やってから2部やろうかなとか、考えてたんだけど、別に気にせずに、そのまま2部行けばいいか。さてね。なんか思考時間が長くなったね、敵が。ガイデンは弓が射程5あったりとかいろいろカオス。弓5か。射程5はちょっと怖えな。いろいろ計算がめんどくさそうだね、位置取りの。オッケー。ナイトなら防御力高いから、ソルジャー相手でもそんなに苦戦しないかな。ガイデンは攻撃に耐久がないし、魔法を5まで伸ばせる。あー、そうなんだ。ファイアーエムブレムトラキア776もやりたいけど、ネット通販じゃないと手に入らないから面倒。276個目さんいらっしゃい。レベルで魔法を覚えるとか。あ、トラキア776ね、持ってるよ。カセットで、持ってる。で、レトロフリークにももう入れてある。ただ、なんか、シリーズ最高難易度っていう情報を見たんだけど。276個目さんいらっしゃい。大変な能力が2つ上がるアイテムがあったりむちゃくちゃ。カセットでと流行るな。ローソンの書き換えのやつなら持ってたが。あ、そうそう、それそれそれ。それを中古屋さんで見つけて買った感じだね。中古屋さんに売ってた。76までしかやったことないからあれだが。ああ、そうなんだ。なんか、後の作品、そう、最高難易度らしい。ああ、で、HP を減らして発動で、レベルで魔法を覚える。じゃあ、ほんとガイデンは、ガイデンなんだね。
耐久ないのは嬉しいね。初見トラキアハマー初見56時多いけどそこそこ。おお、約83個目さんいらっしゃい、こんにちは。あ、そうだ。一応ね、この30分がラストなので。自動延長を無効にしました。初見殺しを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 。まだやってるの？もうやってないから、その中古でその書き換えたソフトやってないやつを、だいぶ昔だもんね。めっちゃ前っすよ、わら。15年前から20年前くらいだよね。あれやってたの。そうか、上級者向けか。え、トラキアって5作品目だよ。今は普通にあるからまあ問題ないよね。あ、そうだね。そうか。トラキア776は書き換えじゃなくて普通に販売もされましたで。そう、でもなんか数が少ないんだっけ。な、本当のドラキア76のカセットを持っている人は。普通のめっちゃレアだよね。そう、すごいレアだって聞いた。うん、あのね、見たことない。前、あの、秋葉原に行く機会があって、あの、いろんな店舗を見て回ったけど、それはなかったね。自分は当時闇から借りた。すげえな、持ってたんか。持ってる人が身近にいることがちょっと羨ましいわ。まあでも今だからだよな。ちょうどね、この紋章の謎とかが発売された時は、あんまりね、シミュレーション RPG とかは、好きじゃないというか、嫌いでもないんだけど、あまりやろうと思わなかったからね。普通に、あの、ドラクエとか、FF で育ってきたんで。延長販売とかされてたのかな？トラキア、トラキア派4作目かな？ 4 作目か。え？あ。暗黒竜で、外伝で、紋章の謎で、聖戦で、トラキアだから5作目だよ。これが3作目か。そうだよね。これ3作目だもんね。あれ？ 840 でいいんだよね。で、次が聖戦でトラキアか。あれ？傭兵が出てきたぞ。あれ？金額間違えた？レアブスってファミコンカセットの金の筋肉マンカセットみたいにレア？どうなんだろう？そのね、筋肉マンの金色のやつがどれくらいのレアかがわからない。ちょっとこれやばいな。これ速攻でやめよう。傭兵相手はダメだ。金額ミスったかな？金のロックマン4が最高レア。ロックマンさ、普通に高いよね、今ね。中古でも、高いのばっかり。1万ぐらいで買えたよ。高っ。ちなみに、書き換えされてた、その、ロムカセットは、どれくらいだったかな？ 1000 円もしてなかったね、確か。5、600円か800円くらいで買ったかな。スーファミカセットの定価が1万ぐらいだったから多少はね、30万円。ああ、そうだね。までの当時の定価は書き換えじゃなければ1万したからな。そう。あの、後半のソフトとかね、1万とか1万超えてるのとか多かったよね。これでちょっと、傷薬じゃなくて、杖で回復できるな、しばらく。光栄とか1万、5千円とか勘弁して欲しかった。そう、高いやつはそれくらいしてたよね。光栄の長いのとかぐっそ高い。クロノトリガーとかも確か結構高かったよね。半券かもしれないけど。あれ？ 28 ターンだけど出てきたね。30かな、やっぱり。30
32じゃね、ゾエンタンも。ゾエンも32かな。まあ、とりあえず30くらいまだ出てきそうだね。ガラシアだと64とかまであったが、わら、音程入れ出したからな、後期のスーファミ。あー、入ってるのとかもあったよね。テイルズ・オブ・ファンタジアとかね。オープニングに、で、歌歌ってるぞ、みたいな。でも自分ファンタジアはプレステからだったけど。ちょっと待って。7だから、810か。つか840は間違ってたんだね。この世に悪があるとすれば、それは人の心だってのがプレステとかで削除されててショックだった。あー、そういうのをカットされてたんだっけか。ファンタジアはね、結構、リメイクされるたびに、やってたけどね、PSP のやつとかね。新キャラが、追加されたりとか。エドワード・G・モリスン。懐かしいね。懐かしいよ。トラ7を発売日にローソンの 6P で書き換えたわしが来ました。はい、312個目さんいらっしゃい。こんにちは。クリアできましたかね。なんかクリアできなかった人多数みたいな情報があったけど。みんなクリアしてるんかな？無理でした。やっぱ難しいんだね。いるリスナーさんの中に。攻略本片手でなんとか、高校生の時やったけど1回目は積んだよ。このゲーム攻略本あってもかなり苦戦しそうな気がするわ。攻略本になかったら多分2回目も積んでた。だよねー。あれ ?800 だっけ ?810 だよね、レベル7って。あれ ?800 だっけ、レベル7って。ちょっと行ってみるか。あ、アーマーナイトだと。やっぱ810だよな。810か。これは、いけるあ、無理無理。紋章当てに慣れていれば一部は楽かな。無理だった。そう、なんか一部は楽らしいんだけどね。らしいんだけどね。すでにこのショーだけで。難しいけど。2回リセットしてるから。状態異常性がやばすぎる。敵も味方も。状態異常性とかある。眠らせたり、麻痺とか、毒とか。そんな感じ。解除できないと辛いね、それは。そうだね。そうなんか、難しそうだな。ちなみにちょっとね、インストールした時に触ってみたんだけど、あれちょっとシステム特殊だよね。なんか敵から武器とか奪うよね、あれ。トラキアを。体格って能力が776にあるけど、これがめっちゃ強い。そうそうそう、それそれ。敵の前で眠ろうもんならリセット案件。マジか。そういうのはね、ほんと、第一章をちょっと触ってみただけなんだけど、なんか、味方を持ち上げたり、敵持ち上げたりとか。お金があまり入手できないから、相手から奪うのが基本。ああ、だからか。だから奪うっていうのはあるのね。そうか。カツブとかもそういや取らななからだな。あ、その後の作品にもあるんだ。劣化の剣とかあったかな？劣化の剣はね、触ったことがあるだけなんだけど、クリアはしてない。違いじゃなければ、776には闘技場がなかった気がする。ブガもあったはずだよ。あー、劣化の剣にもあったかな？あんまり覚えてないんだよね。闘技場がないのは、どうなんだ？レベルが上がりやすいなら、いいかもしれない。トラナナ闘技場あった気がするが、どっちだ？
どっちの情報が正しいんだ。あー、やっときた、810。2ターン無駄にした。Sドリンクと固めて買ったし。Sドリンクとはなんだ。まあ、昔の記憶だから。まあ、当時やってた人だと、15年くらい前だもんね。あ、スタミナがあんのか。あー、会心出やがった。会心出たぞ。レベル上がるよね。行動すると、あー、技こう、武器レベル。あー、そんなのがあんの？使い続けたら休息必要になってないかな。あー、じゃあ、まんべんなくいろんなキャラ育ててないと、なかなか難しいっていう感じか。じゃあ1軍2軍あたりを。Sドリンクで回復できるけど1本5000円。たっけー。だよな。あれか、2軍あたりくらいを育てて入れ替えるみたいな感じか。難しそうやね。クリアできるのかな。満身に育てるためだけど、難易度がそうさせてくれない。ああ、そうなんだ。それも難しいほどか。増え振るだけで疲れるからな。ああ、じゃああれか、ヒーラーとか、もともと少なそうなやつも、あんまり出し続けられないってことか。お、守備位置上がってる。いいね。お。これでダメージが1になったぞ、ホース面からは。柔らか動画にしては珍しい。あ、そうなんだ。このショーで言えば、攻めた後位置上がったら、ホース面からダメージ受けなくなってすごい嬉しいんだけど。とりあえず、あー、そろそろ、鉄の槍がないぞ。アルス。いや、次のターン。そこの武器屋で買えぬ？鋼の槍なら売ってるんだけど、鉄の槍売ってなかったから。高級品なので。そうそうそう。鉄の槍一本あるな。ちょっとこいつで。あと、細身の槍渡すか。鉄の槍渡して足りなかったら、細身の槍渡して、だな。てかあれだな。出してないキャラから、奪っとけば。細身なら売ってたね。細身なら売ってたっけか、そういえば。そう、アベルも力上がんなかったな。やっぱクリティカルで倒すと上がりづらいね。再攻撃できるなら細身でも良さげ。再攻撃できるかどうかがわからん。持たせてみないとわかんない。あまりね、その計算式が、それ計算式がね、いまいち頭に入ってないからな。で次820だよね。レベルが上がったから。割と有名なバグジェノウ、ウクブがネタになるぐらい。あ、そうなんだ。起きた。
ナイトは素早さがあってほしいな、でも。力もだけど。馬に乗ると、高速が下がるからな。まあ、でも確かに傭兵8からが20にはなったことない気がするな、思えば。やっぱ上がりにくいんだよね。傭兵は力より技とか素早さ重視っぽいもんな。会心で削るみたいなイメージが。力の守備以外はオール20になる。そう、なんか結構バランスよく上がってるからね。あとは幸運と守備は運っぽいな。魔法は上がんねえだろうな、ほとんど。上がってんのほとんどいないしな。もともと魔導士のやつくらいか。ああ、ペガサスナイトの、こいつは。魔法は上がらないものと考えておけ。だよね。何気にナバール位置あるのがちょっと不思議なくらいだわ。もしこのターンも終了。狙ってきたか。そしてファイヤー打ってやがる。サンダーに切り替えとけばよかった。あ、でもこれでホース面消せるな。そうか。必殺耐えれる？耐えれなかったと思う、必殺だったら。だからちょっと今ね、あ、やべえって思った。ちょっとやべえと思った。倒し負けしないようにね。そうね、それがね、怖いからね。ちょっと今ね、ちょっとウェンディに攻撃された時、やばいって思った。よかった、生きててくれて。半分近く減ったからね、今。耐えれんかったね。8食らってるからな。ウェンディ、わら。危なかったよ。幸運2だしな、こいつ。かわいい子みたいになってる。あ、ウェンデルか。ウェンデルだった。ウェンデルだった。ウェンディって言ったか。ウェンデルだった。じゃ一旦下げて。ウェンディは超かわいいアーマーナイトだった。あ、いるんだ。ちゃんと。あ、これ自分回復はできないよね。だよね。ズバでいる？ああ、そっちでか。このやつではいないのか？お。まあ、これで、ホース面潰せるから。あ、一撃倒せない。誰かでやろうかな。アーマーナイト先に動くから、反撃はされないはず。あ、こいつでやっとく。力上がってないかな。上がってないか。残念。さて今日はそろそろ終わりですね。10分切ったね。あれ、レベル上がるタイミングじゃないよね。あ、だよね。よかった。
ここ長すぎて投げる人も多いとか。そうなんだよね。ワープ使っていけそうだっていうのはね、思ってて、リスナーさんからもいけるよっていう情報があったからね。最悪、ここで渋滞してるやつら無視して、育ったら倒しに行くっていう手もあるよね。ただ、ワープを2個消費するから残り4になるな。シーダが強ければひとっ飛び。そうねー。ワープなんてどっちみち余るもんやで。あれ？あ、そうなんだ。アーチャー出てきたな。あれか。ソシャルナイトが枯れたのか。76だと飛べるペガサスが徒歩のキャラ担いで飛んで移動とかも可能。ああ、そうか、担げるもんね。でも多分、もともと、さっき言った体格は低いよね。きっとね。てかあれでしょ、このパラメータに体格があるんだよね、きっと。で、レベルアップで、上げれるんだよね、きっと。一生触ってるときは特にそういうの気にしなかったけど。自分系は体格無視で担げる。終了までは家族になりました。乗り物に乗せると体格は20扱いやね。ああ、そういうシステムなのね。なるほど。あ、HP 上がってた。ただ今のうちに武器交換。さあ、勝負だね。クリティカル出ずに倒してくれればいいんだが。776なら動画の疲労度はカンストやな。だろうね。逆に776だとこういうのができしづらいってことか。まあでも今までもあまりこういう感じにできなかったけどね。結構開けた場所で戦うことが多かったから。次だけ休めばいいからって割り切りだね。そうだね。ただ、同じようなキャラが育ってないと、ちょっと難しいよね。それもね。終了まであと3分になりました。値段が出てこない。820コイン。810は多分アーマーナイトだからダメだよな。850は傭兵だったし。起きた。あ、ソルジャー。ここでソルジャーか。どうだろう。ナイトなら、安心して戦えるかな。あ、でも10減る。
無理だな。ちょっと無理っぽいな。やめとこう。やめとこう。盗賊でやろう。何気にお金だいぶ溜まってんな。あ、間違えた。こっちで回復して、ウェンデル。レナでこっちの方が良かったな。お、もうすぐ1分前か。したら、敵のターン終わったら終わりかな。はい。長時間。3時間半ですね。お付き合いいただきありがとうございました。また、また、ファイヤーエンブレムとか。あと、明日から一応ファイナルファンタジーシリーズの、踏破っていう企画をね、FF15 の発売を記念してやろうかなと思ってるので、もし興味あったらね、そちらの方も見に来ていただけると嬉しいですけども。いやーでもなんとか3度目の正直で比較的安定してきたかな。あとは気をつけながら戦おうかね。ファイナルファンタジー11とか何を持ってクリアなのか。11と14はやらないです。さすがに。してくれた皆さんありがとう。いつ発売するん？9月ですね。9月の15日に発売されるので、まあ、それを記念して、ね、はい。11と14除いた作品をやっていこうと思いますので。まあ、もし興味あれば、コミュのトップとかね、見ていただけるとわかると思うんで。そしたら、今日はお疲れ様でした。思ったより早かった。バイバイ。